ウォーキートーキーとは持ち運べるコンパクトでバッテリーで作動するトランシーバー。トランシーバーというのは大きな末置き型のものから小さなものまでサイズはいろいろあるが、その中でも特に携帯用に作られたサイズがコンパクトでバッテリーで作動するタイプだけをこう呼んでいる。ウォーキートーキーの特徴は半二重通信であることおよびプシストークが主たる特徴である。 最初のウォーキー・トーキーは第二次世界大戦時に陸軍で使用するために開発され戦後に救助隊や商業用途などで後半に使用されるようになった。1940年モトローラ社の全身ガルビン社が開発した最初の背負い式送受信機 SCR-300 は愛称がウォーキー・トーキーで周波数変調採用を発案したダンノーベル。 国家主任電波技術者のヘンリック・マグヌスキ、マリオン・ボンド、ロイド・モリス、ビリー・ボーガールが開発チームメンバーである。第二次世界大戦中、モトローラー社は、新服変調を採用した携帯型、ハンディトーキー SCR-536 も生産しており、SCR-300 大きいトーキーに比して、性能は低いが片手保持で、使用可能な筐体で、両機とも、 真空管を高電圧関電池で駆動する。1951年5月22日、モトローラ社により、特許商標局登録ナンバー7156123で、合衆国国内適用として、ハンディトーキーが商標登録され、他の無線機製造会社は、携帯型無線機に、その故障を使用できない。ウォーキーートーキーは、警備、軍事、イベント運営。 野外活動等、幅広い分野で使用されている。20世紀までは、アナログ方式が主流だったが、近年では、周波数利用効率の高いデジタル方式へ移行しつつあり、DTMF キーボードで、中継局へ、トーン信号喪失、ボックスで、送受信自動切り替え、ハンズフリーオペレーションなど多彩な機能搭載と、小型軽量化の進捗が著しい。 低出力形式は無免許運用可能で、玩具として普及している。北米の玩具用、ウォーキー・トーキーは 27MHz 市民バンドに CH 随章で送信出力 100MW 未満、新機種は 49MHz 帯、FM 方式でコードレス電話や乳幼児監視装置と周波数帯を分け合っている。最低価格対象品は1周波数随章式が多い。 無線機を使ったことがない人には、半二重通信という中途半端なものでどうやって会話を成立させることができるのか、さっぱり理解できない可能性もあるので、念のために解説する。わかりやすくなるよう、まず2台で使う場合、しかも送信時にはボタンを必ず押すタイプについて説明する。ウォーキー、トーキーは電源を入れた状態では、基本的に受信状態になっている。 どちらかが相手に話しかけたくなったら、送信ボタンを押したまま話しかける。なるべく簡潔に短い文章で話を終えて、話を終えると同時に必ずボタンから指を離す。ボタンから指を離すと同時に、時期は受信状態へ戻り、相手には字や図などと短いノイズが聞こえる。そのノイズで、こちらの送信が終わったことを相手が感じ取り、相手も送信ボタンを押して、 何か言う。その声がこちらの木のスピーカーから聞こえるのでその話を聞く。相手の話が終わり短いノイズが聞こえたら相手の送信が終わった合図なので、もしこちらもまた何か話したかったら送信ボタンを押して話す。このようなことを繰り返すことで会話を成立させる。3台以上でも使える。同一周波数に設定すれば複数台で使える。基本的に全員が 受信状態になっていて、誰かが送信ボタンを押して話し始めると、残りの全員にその声が聞こえる。特定の者のに話しかけたい場合は、送信ボタンを押して、相手の名前を呼んでから話をすれば、一体誰に向かって話をしたいのか、全員にわかる。話が終わったら短いノイズが聞こえるので、応答したい者が送信ボタンを押して応答する。基本的に、 同一チャンネルである瞬間に話せるのは、ただ一人だけ。誰かが話している間は、その人がその周波数を独占してしまう形になる。また自分が送信している間は、自分のウォーキー・トーキーのスピーカーから、他の人の声は全く聞こえない。相手の表情も見えない。したがって、他の人たちがこちらの話を本当に聞いて、了解、同意しているのか、それとも、その瞬間は、 他ごとに気を取られて聞こえていないのか、それとも聞こえた上で、実は同意しておらず反論したがっているのか、さっぱりわからない。だから、ウォーキー・トーキーを使う場合は、基本的には、ワンフレーズを言うごとに一旦送信を終えて、送信ボタンからすぐに指を離して、受信状態に戻すことで、相手の反応を確認する。近年では、ボタンを押さなくても、話す声に反応して、 自動的に送信状態になる機能を備えた機種も増えている。そのタイプではヘッドセットを使い、ウォーキートーキーをポケットなどに入れたり腰に装着したり、すれば、ウォーキートーキーのために手を一切使わずに済むので、両手を開けておく必要がある業務では便利である。イギリスのロンドンにある超高層ビル20フェンチャーチストリートは、形状が上側ほど広いためウォーキートーキーと呼ばれる。 ありがとうございます。